はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルウープ主のピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきたいと思います。今回はちょっとですね、いろいろな特殊な事情がございます。上の方に書いてある通り、ユーザーネームの方が書いてある通りね、配置変更の解説をしたいと思います。それに伴ってですね、今回ちょっと挑もうと思っていたタイヤヒラメの舞踊り、こちらのステージ等はね、一旦お休みという感じで、ほぼ番外編としてね、解説パートだけという感じで捉えてもらえればと思います。まあ、字幕マシマシでね、結構頑張って作りましたので、よければね、そちらの方を見ていただければと思います。ではそちらの方を今から、こっちの方にね変えていきたいと思います。はい、ということでここからは配置変更の解説を、まあ、ちょっと別撮りになってしまいますけれども、やっていきたいと思います。まあ配置変更、前回のところの雑談パートで軽く話しておきましたけれども、やっぱりねよくわからないという方がいると思いますので、字幕マシマシで解説していきたいなと思っております。はい、使用するパーティーはこんな感じのパーティーで、まあ、ちょっと見本となりますのでね、 CT100 をメインにもゴリゴリとやっております。はい、まあどういう風になるかっていうことをね、まあ、簡単に教えたいなということなんで、全員 CT は100になってるよね。あ、なってますね。まあそんな感じで挑んでいきたいと思います。唯一 CT が50でいるのがフランちゃんのみとなっております。まあ他のキャラクターは大丈夫なんですけれども、フランちゃんだけはこの巻物の CT ブースト 50% しかついていないという状態でいきましょう。で、挑んでいくステージはこちら、ことつき街道のステージ6ですね。まあ特に変な理由はないですけれどもね。さあということでやっていきましょう。はい、ということでステージ6、今回の目的としてね、配置変更する際の目的、さらに動き方ということをね、学んでいきたいと思います。現在こういう風な感じで見えているキャラクターなんですけれども、まあ、フランちゃん、小悪魔ちゃん、シュガーサテラちゃん、ゆかり様、そして、敵のクロリリーで、コイチリン、チビライコで、チビヨシカちゃんの順で、CT100 のキャラクターの場合は動いていきます。はい、これがね、まあ、簡単に言いますと、フランちゃんから数えて上からみたいな感じでやっていくのもいいんですけれども、あ、これコイチリンから動くか。簡単にどう動くかが分かりやすくするとね、あの下のところに、キャラクターのステータスがあるじゃないですか。このキャラクターのステータスが上から順に動いていくと考えてもらって結構だと思います。まあそっちの方が分かりやすいですよね。で、本来はこういう風な感じでキャラクターで動かしていくんですけれども、配置変更でシュガーサテラちゃんと小悪魔ちゃんの位置を入れ替えてみます。はい、で入れ替えた後に、あのその後だと元々動いていた小悪魔ちゃんの番になるんですけれども、こう速度上昇を付与したら次に動くのはシュガーサテラちゃんという感じにね、一回行動すると変わるといった感じとなっております。ね、それの証拠としてシュガーサテラちゃん打ってみても、場所がねこの通り2番の位置に移動しているため、連続でシュガーサテラちゃんになるという感じです。でそこからさらにゆかり様とかに交代してみたら分かると思いますけれども、やっぱりねこう速度上昇云々で動いたら変わるという形になっております。はい、このことを踏まえた上でね、そうですね、まあとりあえずどうしよっか、とりあえずまあこうフランちゃんをバフをマシマシでね攻撃させたいなという形で動いていきましょうか。バフマシマシ、つまりはフランちゃんにこう CT ブーストをかけ、攻撃バフ等をつけた状態で動かしていきたいと。ちなみにね入れ替えも、順番が前のキャラクターがねやった後はこう優先で配位されちゃう、されますので、そこのところは気にしなくていいよという形です。はい、そんな形ですね。だから、まあ、それの証拠としてねこう入れ替え、今スクナちゃん1で入れ替えた後もこう
別のキャラクター旗手ちゃんとかに入れ替えても、こう旗手ちゃんが動くんですけれども、例えば旗手ちゃんと小悪魔ちゃんをよいしょ入れ替えましょう。で入れ替えた後にまあチェンちゃんに入れ替えると、こうね、小悪魔ちゃんがトップに来るみたいな感じで、 CT100 のキャラクターはかなり融通が効きます。はい、でもね、ちょっと融通が効かない点もね、キャラクターによっては CT100 以外のキャラクターは出てきますので、まあ、例えばこう今フランちゃんじゃないですか。さっきあの旗手ちゃんとかは交代するとそのままね行動ができたんですけれども、まあ一回小悪魔さんに変えた後にフランちゃんに入れ替えると、こう見てわかる通りね、CT ブーストの効果が消えております。バフとかの効果は残るんですけれども、 CT ブーストの効果がこういうところでは消えてしまいます。なのでね、使う際は CT ブースト、ちゃんと維持させたいなら100以外のキャラクターを入れ替える形にねしたら、正しく運用できるのではないかなと思います。はい、そんな感じですね。まあさっきも言った通り、配置変更を使って云々のやつもそうですけれども、こういう攻撃バフをつけたりで、スクナちゃんとかもそうなんですけれども、スクナちゃんって CT0 技の攻撃があるんですけれども、例えばフランちゃんでこうチャージ一掃、全ての攻撃バフをつけた後にチャージで一掃した後にさらにまたスクナちゃんを出して攻撃したいっていう風に考える場合は、まあこう、まあ一応全部ついてると考えてくださいということで、フランちゃんはこう誰もいなくなるかを打ったら出番が終わって次のキャラクターになるじゃないですか。でその後にあの先にね、さっきは攻撃のやつを撒いてたという設定で、まあ撒いてますか。でそれでさらに後ろから出てきたキャラクターに7人の一寸法師みたいな感じでね、攻撃を撒くことができるという動き方ができると思います。まあこう言葉でやってるのもね分かりづらいんでね、まあそんな感じだと思ってください。敵の動き方も最後に確認して終わりましょう。まあ簡単な説明はねこういう感じだったので、敵のところには現在クロリリーと、チビライコさんがいます。まあ CT ブースト100キャラクターが2体いるステージを選んだのでね当たり前なんですけれども、こちらの順番で言うとナンバーワン、ツーで、チビライコさんが4となっておりますので、さっきの説明で上からで言うとクロリリーでヨシカちゃん、違う、クロリリー、ライコさんの順番で動くという仮説がありますね。まあ最後に一応こういうね、1の後フランちゃんが動いた後スクナちゃん、スクナちゃんが動いた後チェンちゃんで、チェンちゃんが動いた後シュガーサテラちゃんっていう風な感じでね、休む連打すると分かりますけれども、こんな感じで動いていくということを確認しましたと。はい、でその後じゃあもう一回休んだら、現在の予想だとクロリリー、チビライコっていう動き方がすると思いますけれども、どうかという感じで見ていきましょう。休むをします。さあまずはクロリリーが動く、で攻撃が飛んでくる、で次に、ライコさんが動いてくると。はい、これでねさっき言ってた話がちゃんと理解できればなと思います。まあちなみにまあわかるとは思いますけれども、複数体いない場合はこうね100のキャラクターが優先的になったり、あとはちょっともう一個説明してなかったのがあるんですけれども、まあそこのところは特に使うこともねあんまりないんですけれども、前回そういえばと言っていたところでね挙げていた話題があったんで、そちらの方も試していきましょうか。まずはちょっと配置変更でフランちゃんを一番後ろ、本来ならば CT100 のキャラクターは絶対に動きが制限されるところ行きましょう。CT100 キャラの中では必ず後ろで、動くフランちゃんがここにいるとします。で、ここで入れ替えを使って、まあ、ゆかりさんとセイガさんを入れ替えて、で CT 増加をさらにこのね尺がいる中で CT が100ばっかの中でフランちゃんに使ったらどうなるかという感じでやると、さあ 50% 増加すると強制的にフランちゃんの番にすることが可能です。まあ、特にね使うところはないんですけれども、これって意外とどうかなって思う時がある時があるんですよ。例えば100のキャラクターっているじゃないですか。でも CD ブーストするときって戦闘では50溜まってる云々の前に 60% ぐらいだけど CD ブースト使いたいっていうときが多分あると思うんですよ、結構な確率で。その場合なんですけれども、こういう風に CT ブースト 50% をやると、そこの分が追加されて、上限 100% でやるんじゃなくて、上限を切り抜かれた感じで、70% でやったら 120%、
60% でやったら 110% という感じで、行動の優先順が入りますので、基本的にねその場合でやったキャラクターは即行動という感じに、 60% とかでやった場合は即行動となります。逆に敵の CG ブリッツとの状態でも 120% が出てきたりすると、こちらがいかにね全員100で固めてようが、即先制攻撃をされるという事態に陥ることがありますので、そういうところも注意してもらえればと思います。まあそういう感じで、長々と語ってしまいましたけれども、今回の説明はこんな感じとなりますかね。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。こんなね結構拙い解説でも分かってもらえればと思います。まあなるべく分かりやすいようにはね説明したとは思いますけれども、これでも分からなかった場合はよければコメント欄にて説明をね、詳しい方はさせていただこうと思いますので、よければ分からない箇所をどんどん聞いていただければと思います。ではここまでのご視聴ありがとうございました。